お疲れ様です。スターライトと申します。今回なんですけれども、そうですね、右上にちっちゃく出ておりますが、Pマイル 10.10 倍ということで、テンテンの誕生日の、そうですね、イベントといいますか、なぞってですね、10.10 倍。まあ、去年も確か来てたと思うんですけど、10.10 倍が来てますので、まあ、これ来なければ、ガチャ、今回は、全部、こちらも、パスしようかと思っておったのですが、まあ、10.10 倍っていうのはさすがにでかいんで、まあちょっと引こうかなと思ってるんですけど、今回はですね、この、テンテンがですね、まず、こっちのテンテンですね、が、前回実装された時に、一応当たったんで、所持しておるので、で、まあ、かぶりはいらないかなというところと、まあまあまあ、このコラと比べると、やっぱりこっちっすよね。こっちが、ツナデとサクラですね。特にサクラですね。これをちょっと欲しいなと、まあ思っておったんですが、そこまで、ちょっと、もうちょっと貯めてから、ガチャ引こうかとは思ってたっていう感じなんですね。で、まあ 10.10 倍来たんで、まあ、行こうかなと、思っておるんですけれども、まあ、この2人とも、ずっと強いと言いますかね、やっぱりいいキャラクターですよね。まあそうですね、欲しいですね。このさくらの方がやっぱりさっきも言いましたけど欲しいですね。下の、2人ですねは一応持っておるので、この新規の、この2人ですねの狙いっていう形になっていくと思います。はい、というわけで、10.10 倍、ゲットするためにちょっと10例ですね、行ってみたいと思います。まあ星5 1枚確定しておる状態なんで、まあ演出はまあどうないでもっていう感じですね。はい、行ってみたいと思います。はい、まあ、ここで来てくれたらねほんまいいんですけど、週末谷演出ではないということで、タップ2タップですね。はい、深作もなしということで、はい、1枚目、はい、2枚目、はい、沈め、はい、3枚目、4枚目、5枚目6枚目、7枚目、8枚目、こっちへ点で買ってきましたね。10枚目。はい、10枚目。はい、ラスト。これは何ちゃいますかね。はい。安定感抜群ですね、相変わらず。というわけで。まあ、星5確定の枠がこの沈めだけで。あとは全て星4という形で終わったわけなんですけども。まあ、これで、まあ、とりあえずは、まあまあ、Pマイル、目当てというところもあって、もう、これも、まあ、ほんまは当てれば一番良かったんですけど、まあ、しゃあないということで、もうちょっと、意思を貯めて、次のガチャですね。まあ、相変わらずの、爆死具合なんですけども、まあ、もう、なんか若干慣れてきてる自分がいてまして、はい。まあ、まあ、でもね、やっぱ欲しいキャラが来たら、やっぱり欲しいの誰しもそうなんで、まあ、ガチャ頑張って回していきたいと思います。はい、というわけで、今回の動画はこれで失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。